コラボス、大阪五十山。パオ。おはようございます。2回、7時43分になっております。今日はここ、じゃん、金剛登山口バス停にやってきております。河内長野駅からとことこバスにどんぐらい揺られましたかね。30分ぐらい、30分ぐらいですかね、揺られまして、今日はこちらにやってまいりました。今日はこれから大阪五十山はコース説明、おはようございます。まずは、金剛山、金剛山、金剛山、葛城山、葛城山、岩橋山、岩橋山、3つ行きます。3つ重装ですね、今日は迷わずに済むんでしょうか。まあ済むんでしょうか。この近くの温度計はマイナス2度を指しておりました。サップですね。それでは今日も元気に行ってみよう。お元気です。行ってみよう。おいえい。デビュー。なんか夜みたいですね。そう、まだ薄暗いですよね。ここやっぱ雪がね、斜面もね、まだ薄暗いって曇ってんねんだけど、夜明け前っていうことちゃうで。夜明け前ですね。アホか。天気悪いね。我々降りたのはこのバス登山口のところで、でこう登ってきてるんですよね。あのお手洗いが確かこの辺かな。あ、ここごめん、ここにあったんで、お手洗い行きたい人はこのルートで行って登るのがいいかと思うんですが、ほんまや、今ここにいるので、ちょっとここから右に入って、ここのこっちの道で行ってみたいと思います。ここ登ってみます。時間、時刻は7時59分、0.8 キロですね、バス停から直進してきて、あっちから来たみたいです。今我々はこっから出てきました。でこっちに向かっていきたいと思います。千早城を攻めろ。おお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 おこうやって藁人形に甲冑を着せてね、あの人が楊さんいてるように見せたんですね。歴史を感じますね。この後ろから、はい、弓矢を持って、はい、叫んだらしいね。おーとか言って。そうそう、まるで大人数がこれバーって並んどったからね、この夜のうちに仕込んどいたんや。この後醍醐天皇から鎌倉時代末期のことです。後醍醐天皇から反幕放棄の命を受けた。まあ、なんせすごい数の幕府軍を前に一度もね、こう降参することなくここを守り抜いたという、このね、歴史あるお城の跡なんですね。ね、龍一さん。おうおうおう。なんか登山者にはこっちのコース人気ないみたいですね。誰一人バス停からこっちに向かってきませんでした。この石段がちょっと嫌なんですかね。はい、今度はこっちです。お前しがねえか。お会いしよう。お正月にしめ縄飾った、あの貝貼ったんかね、綺麗かな。千早神社です。はい、わあ立派。この間テレビで見ましたね、この鈴ね。私いつもね、こう振ってたんですよ。ちょっと失礼します。で、長かったと思ったら、こうなんですね、上下。お参りして、で、その後こっち。8時9分です。ここでさっきの道と合流なんですかね。はい、でこっちに。はい、今日のウェアを紹介してください。はい、
これはねすごくね赤いのね、いつも着てるやつめっちゃ気に入ってんねんけど、残念ながらちょっと廃盤になってて後継品もないらしいんですよ。これキャプリーンのソフトシェルなんですけど、まあこの上着1枚の下にこのキャプリーンのこういう生地になってるんですよ。わかりますかね。肌はあんま見せないでください。あ、いやー、はい、こんな感じのプツプツした強調すいませんね、ちょっと強調量プツプツした生地ですね、はい、はい、これの2枚でいけてます。2枚、はい、2枚です。基本は2枚です。え、このジャンパー合わせて2枚、はい、サップ動きやすいんですよ、この方が伸び伸びして伸び伸び伸び。リュウジさん、リュウジさん見るからに気をくれてますけどね。じゃあ、ララ肌見せないでくださいね、今日ちょっと歩いて。このジャンパージャンパー、うん、コアテックスのジャンパージャンパー、これペラペラなんでね、これ一番薄いトレントフライヤーっていうやつですかね、モンベルので、キャプリーン、キャプリーンの、一番分厚いやつです。昔4番って言われてた。この下も着てます。おー、結局4枚ですね。4枚、はい。そしてこのヤケーヌの最新版のホカホカヤケーヌですね、はい、というようなものを着てます。純吉さん薄着やね、サブこのキャプリーン の, そのポコポコしてるやつがあの空気を含んでね、あったかいんでね、そんな厚着しなくて、はい、ありがとうございます。そこから出てきました。時刻は8時28分。距離は間もなく2キロになろうとしております。こちらにあの割と紙もある使いやすいお手洗いがあります。はい。そしてこれからこうね。さすが関西百名山でもあるだけあってすごく登山道整備されてますよね。快適です。千早本堂です。はい、この時間でもうすでに頂上に行かれて下山されている方を何人か、あのね、こうちょっとうつむきがちに登ってるじゃないですか。ほんなら前方からあ、すごい若者のトレイルランナー駆け下ってるわと思ってふっと顔上げたらすごいね高齢者の男性やったりするんですよはい、はい、さすが金剛さんですね。あの朝行って夕方行ってもう何百回とかでねスーしてる人表彰されてるみたいなあの札のとこあるんですよねこういう人やで絶対っていうのに何人か今肩にすれ違いました。やっぱ見習いたいですね。いや、見習いだんだんと雪深くなってきました。私個人的にはね、こんぐらいの4色釣りぐらいの世界がね一番好きですかね。緑と茶色と白と黒ほら、上綺麗だよね。もう冬場は丸高いのは段差がなくなって楽ちんですね、これそうとも言うね、うん、まあ、いてついてないんよ、これまだね。昨日パウダースノーが降ったばかりですね。なので、ちょっとまだアイゼンは装着してません。はい、でね、このね、こういうちっちゃい枝の上にこう、うん、ほら、このミクロの世界がほんと綺麗なんだよね。ミクロでマクロミクロもマクロも美しいやね。これはね、ありそうでなかなかないのよ、こういう風景ね。ジワーン、あ、そうそう、ジワーンやで、ね。マイナス6度です。はい、時刻はですね、はい、8時57分、距離は 3.1 キロバス停から、はい、山頂に到着しました。ここ見に行かなかな、広場、見に行こう。ライブカメラ、あ、ライブカメラ来るで、あと3分で、うん、おっさん長男やこれ、タッチタッチ、かわいいね、真っ白です。あと2分で山頂ライブカメラ、山頂ライブカメラですもうね、気づかんうちにね、みんな大集合ですはい、ライブカメラです。あ、しまった気づかん場に終わっとったわ、これ
ようできてる。キティちゃんようできてるわ。あそこにもあってな、うん、すごい上手に作るよね、うん、どう見てもキティちゃんやで、これ。幻想的に。妙と杉です。これ雪がちょっとかかってるのも幻想的やね。うめえなすごい、うん、こうです、うん これちゃうか。バイトレは多分この右やろ。うん、ここ左に行くんちゃう。山頂って書いてる。うん、あれでもこっち向いてる。ここ一等三角点って書いてある。ほんまや。皆さん気づいておられましたか。我々初めてです。一等三角点。なんと時刻は9時25分。距離は 4.3 キロ。今日はね、初めて金剛山の三角点に行ってみようというプランであります。ここに鉄塔があります。時刻は間もなく9時半になろうとしております。距離は 4.5 キロ、バスで行かれ1時間45分で。知らなかったですね、こんな何遍も金剛山来てんのに。一等三角点らしいですね。こちらなんですね、これ、はい、ホラボス大阪五十山パフ、第38座、はい、金剛山でも取れんわ。はい、ピストンしてそこから戻ってきました、はい、その山頂からね、はい、で今から大トレの道に乗って桂木山、はい、第39座を目指したいと思います、はい、でよ、はい、アイゼンを装着しました。まあ我々のはね、簡易アイゼンなんですけど、ね、軽アイゼンですね、うん、ああそうそう、あるとないとで大違い。カツラギ山です。おなじみになりました高野豆腐ピザ、今日はね味噌味にしてみました、はい、うん、10時42分距離は 9.6 キロ、水越峠、はい、ここから激登りになります、はい、はい、始まりました名物丸太階段ザ・大トレこのね、段差が大きいのが見せたよね。あ、もうだいぶ来たで。おいえい、大丈夫か。あ、バテましたね。バテたそうです。バテ、あれを置いてまた登っております、はい、
もっと大雪やったら印象やったのにな、今週見たら大したことなそうに見えるな。いや、今入ってみると結構積もってるね。雪深かったよ。ここでパラグライダー気持ちいいやろな、こんなとこから飛んだら、うん、奈良川です奈良川です、うん、あと数ヶ月すればここも赤く染まるのでしょうか。ツツジの園です。今準備中ですね、開店。これですね、ちょっとなんか前見た時えらい思ってますけど、11時47分、距離は 12.3 キロ。ほらっとせ、大阪50座は第39座、はい、葛城さんあっちありましたなぜかポストあった。いやいや、でもまあこんなん覚えないねんけど、いや、やりました。あ、山頂ライブカメラ言ってる。白樺食堂にやってきました、はい。私がそば定食、りゅうちゃんのがうどん定食、ともに850円でした、はい。やったね、この寒い時にあったかいの食べれるの嬉しいよね。パーシャ、それでは早速。りゅうちさんの食べるとこ見てみたいですね。りゅうちさん食べるとこ、いや、いいですよ、いいですよ。一つ、うん、美味しい。これね、お世辞抜きで美味しいわ、うんうん、何の出汁やろ。うん、山菜風味、美味しい、うん、12時21分、お蕎麦&うどん定食をいただきまして、白樺食堂さんを後にしております、うん、距離は 12.8 キロ、うん、ここから第40座、記念すべき、うん、岩橋山に岩橋山岩橋山あるね、途中に岩橋山って書いてあるね、うん、で今日は終わりです、あと8キロぐらいなんですかね。わからん、はい、わからんそうです。8キロもないと思うで、はい、じゃあ残り1段元気にいってみましょう。こここそ愛禅やかな、こここそ愛禅やかなめっちゃちょっとつるやなはい、トイレポイントです。岩橋山まであと 2.5 キロほどです、はい、はい、時刻はワンワン13時11分、距離は 16.2 キロ、はい、もちおつじです。もちおつじです、はい、平石峠まで 3.3 キロ、はい、はい、やっほー。はい、17.7 キロ、はい、これどっち行くんですかね。もうすぐこの階段ガッピーいやだ、こっちだと言って欲しかったガッピー、もうすぐや入っと、これ登ったらもう岩橋山や。結構こたえるね、この階段。はあ、手が分かったね、この階段。ああ、しんど。岩橋、低めの岩橋。
岩橋不動明もろにライトルのとこやったんや。全然意識しなかったわ。13時44分、はい、距離は18キロ、はい、大阪50座パフは大記念すべき40座、はい、よしよ立ち会いました。いや大トレの途中やったら、へえ、なんか高くてあるやんぐらいの感じしか思ってなかったよね。これね、まさかここの残り坂をむちゃくちゃ見たこれ方法なグーの電話ってやつ、今ここですよ。そして今から平石峠のこう向かっていきますと、で、で、手の内の方に後日台までらなるほど、はい、はい、あとわずかです、はい、頑張りましょう。またしても凍ってます。おお、これ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 自動制御もう詰まっとるわ、うん、ようやくね、下り坂になってホッとしてますよ。岩橋山、あんな大きい山やったか。ちっちゃいよ。もうほんま減らす口持っただけぐらいすみません。はい、平石峠に向かってます。はい、この平石峠からタイマー寺の方へ向かっていきます。はい、これは初めてかもかな。さらば大トレ。おい、もう足が言うこと聞かん。この道は初めてかもしれません。もうここは舗装路になってるんですかね、これ下。そうですね、コンクリですね。ね、林道ですね。あ、コンクリで固まってますね。はい、ここまで来れば一安心ですね。はい、リュウジさんどうでしたんでしょうね、今日の感想は。あれ、どうでしたか、今日は。しんどかったよ。金剛山にあんな雪があるとは思ってなかったね。あ、そうだね。あんなたくさん雪のある金剛山は初めてやわ。あ、そう、リュウちゃん。うん、へえ。雪があることはあったけど、あんなに積もってんのは初めて見た。うん、あのね、下がカリカリに凍ってて、その上に何層にも雪がなってて、うん、そうやね、人のね、あのブログとか、ブログちゃうわ、フェイスブックとか見とったら、めっちゃ積もってる、その後行ったらめっちゃいてついてるとか何遍も出とったから、何層にもなってるんやと思うね、あれね。うん、だから、私ももちろん初めてやったしね。そして、カツラギに来たらもう季節違うんかっていうぐらいこんなのやつね。やっぱ金剛山は雪深いんやなっていうのがよくわかったね、立地的に。お隣やのに。そうやね、不思議なもんよな。うん、まあまあ、何しか今日は大トレって何遍来てもしんどいなって思うような感じでしたね。はい、あと10座ですね。いやー、大阪50座ね、はい、楽しんでいきましょう、残り10座。はい、またね。はい、はい、スモーカーです。開いてる。14時54分、距離は 23.5 キロ。はい、7時間10分の旅が終了しました。はい、タイマ寺駅です。はい、今日はここからお腹に帰りたいと思います。はい、しんどかったです。久々に大統領の洗礼を受けました。はい、それでは皆さん、またねー。